おはようございます。西田愛です。最近ひろたさんとまりちゃんが1年ぶりぐらいにギターをもう一回やろうかなって本腰入れたみたいで、今日実はコードをおさらいしようよって言ってみんなにギター持ってきてもらってて、さっきまで練習してたんだけど、いやもうせっかく動画にするから、うん、めちゃくちゃスパルタとか、私がそうで、あの2人がどういう反応するかとか、かもうできなさすぎて泣いちゃうとか、そこら辺でどうですか。やってみる。失敗したらごめんね。泣きの方が私できる気がする。本当に涙流す、うん、流れるかどうかわかんないけど、どのタイミングで泣くとか西田さんにお任せしますけど、はい泣いて、うん、でどっかで泣き出すっていうのを皆さんご覧ください。2人ができなさすぎてなんでっていうの、できて泣くってパターンでもいいけどね。思ったよりできる、嬉しいって言って泣くのでもいいけど、とりあえずどっかで泣くっていう、あの2人にはギター練習する動画を撮りますとだけ言ってありますんで、うんうん、じゃこの後、はい、はい、交互期待。はい、頑張ります。泣けるかな。じゃあさっきもやったようにコードは押さえずにストロークの練習。何ちょっとコーナーから始めましょう。えおやっとサークル。あ、今日はじゃあみんなで一緒にせーの、おやっとさ。西田愛です。アニです。ひろたです。今日は1年ぶりにギターを再開したまりちゃんとひろたさんと一緒にギターの感を取り戻そうという練習をしてます。はい、まずはサブカメラ来たけど、さっきもね、実はこのカメラ回す前まで練習は3人でしてたんだけど、思いのほか2人ともギターの感を取り戻すのにちょっと時間がかかってます。で、まずコードを押さえるのはもちろんなんだけど、ギターとの触れ合いがもう少し私は必要だなと感じていて、コードを押さえる練習は自分で毎日お家でやってもらうとして、じゃないと指が硬くならないからね。それは常に自分で触るようにしといてもらって、その前に右手でこの弾く時のね、ストロークとかが意外と二人とも恐る恐るというか、力が強すぎたり弱すぎたり、なんかギターとまだこう距離がつかめてない感じがしたので、まずはストロークを綺麗に鳴らせるようにしたいなと、そっちの方が大事かなと思って、その練習を続きやりましたか。はい、はい、お願いしますお願いしますどのぐらいの腕前なんですか、二人は。ちょっとソロプレイこんな感じっていうのできます。だって初心者ですよ。マリちゃんはあの基本中の基本の C。 そう、で今できる範囲ちょっと一回、これがね意外と難しいの、押せないんですよこういう音。悪いはい、マリちゃんお願いします。そう、 C がねダメなんです。マリちゃんね、中指のお肉がプニプニしてて弦を押さえるとね、触らなくていい弦まで触っちゃうんですよ。こう指の作りだからしょうがないんだけど。ヒロトの C 6弦弾かない。 G ちょっとちょっとだけ。そう、うまいよね。やった、やってた。やってはないやってはない。水城の C もう一回聞かせてもらっていいですか。右手の勢いさ、右手の勢いどうにかできない強い、うん、なんかあの弓道をやってるみたいな、パーンってこう。おばあちゃんがいるみたいな感じで、ちょっとそっと鳴らす感じ。押さえ込みすぎて、わかるこの音。こんな感じじゃなくて、ただこすっていくだけ。ということで、左手を押さえるのは各自で練習してもらいつつ、右手のこの当たり前の。ないように抑えてほしくて、力を入れずに添えるだけ。そうそう、
自分が一番動かしやすい位置をまず見つけてほしくて、腕を置く場所、肘から下が自由にこう動く場所がいい。私こんな基本練習受けたことないからね、まず独学ですか。独学。マリちゃん、シャミスみたいになってる。マリちゃん、ストップ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 。親指が弦に対して真横向いてる、うん、ちょっとこっち向いてない。平行平行平行、親指、親指はもうこっち向いてる、うん、で、もっと手首でこう。ギターが大きいのかな。え、じゃあ逆にちょっと右足、もうちょっとさ抱え込んで体重を前にっていうか、そう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 、そんな感じ。まりちゃんもっと腕を外側からこうこっちに。ここのストローク違うから、ギターによって違うよ、違う、ね、うん、そうそうそう、このぐらいがちょうどいいかも。はい、じゃんじゃらじゃらら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 じゃんじゃらじゃら。できてるよ、できてる、できてる、できてる。じゃあひろたさん、せーの、いいじゃん。じゃらじゃららじゃんじゃらじゃららじゃんじゃらじゃららじゃんじゃ。じゃあこれで実際に G 弾いてみようか。よし。ワン。ちょっと待って。手汗が。ちょっと待って。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。ってなって泣けなかった普通にやったってなっちゃった。で、怒るタイミングもなくなったできちゃったから、なんでできないのって言おうと思ったけど、できちゃった、できちゃった。頑張
張ろう。まあいいじゃんってなっちゃって、泣けなかったの。大丈夫かな。何にも面白くないよ今。え？見てる人はターンターンしかないから。何やってんだよそんなんで。あ、女優になれると思ってんの？それで。カスは女優って言いますけど。というわけで、これからも2試合、軽音部練習頑張るので皆さん経過を楽しみにしててください。西田愛と、はい、水城です。ひろとでした。愛方も下げました。またどこかで成果をお披露目します。他の動画も見てみてね。愛がともさげもしたー。